にちは、ジェニーです。今日はこのカポックの、剪定をしたいと思うんですけど、もうちょっと時期が早いので、ちょっと面白い企画を考えたのでやってみようと思います。何かというとですね、ここに気根がいくつか伸びてるんですけど、この気根を実際に太い根っこにできないか、ちょっと馬鹿げたみたいなネタなんですけど、ちょっと方法を考えたんでやってみようと思います。一応シリーズとしては、そうっすね、4回、今日その気根をちゃんとした根にできないかっていう企画を今日するんですけど、その次にちょうど世間を見てみたらですね、こう桜が葉桜になってきたんで、ああそろそろ剪定できるなっていうことで、今年の寒波で葉っぱがなくなったこのカポックを、今度次回は剪定するんですけど、剪定の前にとりあえずこっちの、植え替えはしないんですけど、気根をまたこれから出てくるであろう気根もあるし、この今生きてるのかどうかわかんないんですけど、この気根を太くする方法はないかっていうちょっと企画を考えたんで、それを今からやっていきます、じゃあどうやったらですね、この気根が根っこになるのかっていうとですね、字で書いたらよくわかるんですけど、空気に触れてある空気の根だから気根なんですよ。ってことはこいつを土に埋めてやれば、おそらく根っこになるんじゃないかって考えたんですよね。そうすると、この、ここもそうですけど、ここもそう、ここも大体このぐらいのラインで土に埋めれば、もしかしたらこの気根がちゃんとした根っこになるんじゃないかって考えたんですよね。そうすると今ちょっとこう支柱がありますけど、これじゃなくて別の支柱をこう3本とか4本かな、3本か4本もこうやって刺すんですよ、こうやって。で、今日ダイソーで買ってきたんですけど、この鉢底ネット、結構でかい大判の、長さ1メートル幅50センチっていう、これをここにこう巻いてですね、でこのラインでこの高さで巻いて、その中に土を入れるって、でも土だったら重いかもしれないんで、とりあえずボラ土をここにこう入れてみようって、っていうのが今日の一応流れですね。ちょっとやってみましょう。とりあえずあらかじめ下にシートを敷いてるんで、もうこれこのまま倒しちゃいます。で、表面に出てるんですけど、ちょっとこう。全部じゃないんですけどね、全部出すわけじゃないんですけど、ほぐしてやる、
際入れ替えするんだったら5月ぐらいが本当にあったかくなって無難にできるんですけど、まあ全部入れ替えたんじゃないんで大丈夫かなと思ってちょっとやってみようと思います。どうかな、そしたら土を正面の土を落としたんでこうちょうど指がちょっと入るぐらい土がなくなりました。そしたらですねここに支柱を刺して今度はこれを巻く作業ですね、よしちょっとやってみましょう。ただこいつ一番外側にいるけどどうかな。そしたら4本刺していきますね。次はこれですね。これですね。もっと早く準備しとけよってとこなんですけど、一応開封します。これぐらいでちょっと切っていきましょう。タグのタグのもしかしてタグるのか1メートルタグかタ
れました。ちょっと当てがってみましょうね。もっと鍵中継も余っちゃったね。でここで ミニ台で固定します。秘密入れません。秘密の遊び。なんだ。そうそう。なんでしょう。秘密の遊びです。うまくいったら教えましょう。うん、あ、まだ今からですね。うん、大体できました。さあ次はこの網の中に高圧値を投入するんですけど、とりあえずその前に掘り出した土を元に戻します。Thank you.
元に戻しました。そしたら次はこのボラたち、軽石ですね。軽石をこの中にどんどん入れます。めっちゃするなんだよ。続いてみましょう。こんな状況ですね。重量感がありますね。じゃあ完成しました。結構高さがあるな。30センチぐらい土が入ってます。果たして大丈夫なのか、ちょっとやった本人もちょっと不安になってきました。そしたら次回はですね、こういったとこに芽があるんで、こういったところこういったところ、こっちはもうここいっぱいあるぞね。ここって目が、こことか、こことか、でこの目の上でこう切ります。今度次回はもうちょっとしたらですね。なんで今日は。これで終わりです。さあ、気根がちゃんとした根になるのか、ちょっと僕も心配になってきましたけど、一応今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。